まずはじめに、この教本とてもユニークだと思うんですけれども、はい、まあ、どういった経緯でこの本が生まれたのか教えていただけますでしょうか。はい、この雪だるまを主人公としてということなんですけれども、日本の雪だるまは2つなんですけれども、大抵外国の雪だるまの絵本というのはこのような3つの形なんですね。でこれがこう和音に似てるということから、この和音を雪だるまの形を使って和音を子どもたちに楽しく覚えてもらったらいいんじゃないかということで始めました。でこの3和音を雪だるまに見立てて、子どもたちが雪だるまの色で、お腹が黒いとここは黒い鍵盤、頭が黒いとここは鍵盤、黒い鍵盤というように分かりやすく、3話を弾くことによって26の前兆を楽しく理解をして弾くということを目的といたしました。実は私たちピアノ指導者は腸に対してはとても苦手な人が多いということが分かりました。っていうのはシャープ5つの短調はと言われた時に、すぐに鋭意と短調と答えられる指導者っていうのがほとんどいないんですね。皆さん考えたりこう数えたりしながらやっと答えが出てくるというのは、私たちが小さい時にやっていた曲というのは本当にシャープとかフラットが少ない曲ばかりだったので、本当にシャープが5つとかフラットが5つということに対して全く馴染みが薄かったということが原因だと思います。けれどもそれでは絶対上手にならないので、それをなんとか反射的に判断して分かるということを目的としてこの本が誕生したわけです。はい、この実はこの楽譜というのはここの表紙だけでストーリーになってるんですね。例えばここからお話を作りましょうということができるわけです。ある時かわいい猫ちゃんがいました。猫ちゃんはメロンソーダを買いました。そこに友達の雪だるまくんがやってきました。猫ちゃん猫ちゃん、ほら僕と同じ形のアイスクリームがあったから、おいしそうだから君に買ってきてあげたよ。わー雪だるまくんおいしそう、じゃあ僕このメロンソーダ雪だるまくんにあげるよと言って2人は交換しました。雪だるまがメロンソーダを飲むと不思議不思議、雪だるまのお腹がメロンソーダの色に変わりました。猫ちゃんは2つのアイスを食べてしまいましたが、猫ちゃんのお腹の色は変わりませんでした。こんな感じでここからここまで脳が活性化するんですね。お話を作ることができます。で子どもたちの性格によっていろんなお話が生まれてくるので、まず生徒が来たらここからここにお話を作ってねというようにしてこの本を使っております。はい、この教材を使う前は生徒が自分が弾いてる曲、これ何調と言っても分かる生徒がほとんどいませんでした。ということは生徒は何調かも分からず、ただ音符だけを並べて弾いていたということです。けれども、この本を使うことによって、何調を弾きたいという、何調の曲を弾きたいという逆の発想ですね。この曲が何調ではなくて、Cちゃんの曲が弾きたいとか、変路蝶々の曲が弾きたいとか、あと、今までは例えば、ホタンチョの曲を弾くときに、シャープが一つです。で楽譜を見たときに、この曲の調は何調って言った時にほとんどの生徒がド調調と答えてました。けれどもこの本をやるようになってから未曽詞の構成で最初の音が出てきたら、それがホタン調ということが分かるようになって、ド調調ではなくて見ただけでホタン調の曲と答えることができるようになりました。あとまたいろいろな和音が入ってきます。特にCちゃんのこの原産和音は子どもにとってはとても魅力的な和音のようで、自分がやってる曲の中に原産和音が出てきた時に、あ先生ここに原産和音が出てきたということが分かるようになりました。ということはものすごい進歩だと思います。耳がそれだけいろいろな調いろいろな音に対して敏感になったということは、その調のイメージ音のイメージで子どもが曲を表現したいということにつながると思います。弾き方なんですけれども、はい、演奏の方法ですね。でこれを例えば子どもが何も私が注意をしないで弾くと、こういうふうに一音に対して一つのアクションで弾くということが起こってしまいます。なので気をつけていることとしては、その音の方向性ですね。ドミソの音が上がっていくときに、一つの発線では
ではなくて、それが、同じ方向で、そして下がるときは脱力を使って下がる。でそういうことを生徒には気をつけて、例えばたったこういうものであっても指にならないように美しい音で弾けるようにということを気をつけております。全国セミナーで回らせていただいて、本当に腸の話は目から鱗という話をたくさんいただいております、なぜなら私たち小さい時シャープ6つの腸とフラット6つの腸が全く弾いてみると同じ音になる、そういうことっていうのは教えていただかなかったので、この本を見るまで、ああそうだったのと全くわからなかった先生もたくさんいらっしゃいますし、シャープ5つの腸とフラット7つの腸が一緒で、シャープ7つの腸とフラット5つの腸が一緒、そういうことも本当に教えていただかなかったのでわからなかったんですね。でこの腸を本を作ることによって雪だるま表というものがありますけれども、例えば波長腸が破綻腸になった時に3ポイントダウンする、要するに3ポイントダウンして何もつかなかったものがフラット3つになる、そういうこともセミナーに行った先でこういう仕組みになってたんですねと、とにかく皆さん驚かれることがとても多いので、そういうふうに驚いていただけるとすごく嬉しいです。そうですね。はい。このあっという間に全長が弾ける本というのは、小さなお子様からピアノ指導者まで、ピアノと仲良しのすべての人が反射的に腸を分かるようにするということを目的として作成いたしました。例えば大好きなお母さんの顔を見て、この人誰かな、あ、お母さんだなんていう子供はいませんね。みんなすぐに反射的にお母さんと分かります。それと同じように大好きなお友達の顔も見た途端に、あ、何々ちゃんと脳は反射的に反応いたします。同じように26種類の雪だるま見ただけで、あ、破綻腸、あ、エイト綻腸というようにお友達のように分かるようにすることを目的といたしました。皆さんもどうぞこの本を使って26の雪だるまと仲良しになってください。よろしくお願いいたします。